これに初めて参加したんですけれども、すごいあの市民の人たちも外国人もたくさん来てくれて、すごく良かったなと思っています。違う文化のものを手に入れることができるということで、すごく喜んでくれました。たくさん買っていた人たちもいましたので、すごい良かったと思います。次の演出を手張りさん、ありがとうございました。ありがとうございました。普段すれ違うだけでなかなか話す機会がないんで、そういう機会っていう意味でも楽しいなと思います。やっぱり日本の中ばかりいるので、やっぱり世界とのその価値観の差とか、そういうのが感じれるかなと思ってきました。いろんな国の人がいっぱいいて、びっくりしました。私たち地域にいても世界のことをいろいろ知って、そして世界の人と仲良く、そして共生の街を作っていくことが大事かなと思ってます。特にこの水戸地域に外国の方がたくさん来てくれて、水戸のこの商店街が元気になったら大変嬉しいなと思ってます。